さよなら。皆さんこんばんは。早速始めていきます。デデデトーク始まるよ。この番組はシンガーソングライターデコがツイキャスでまったりゆったりとお送りするトーク番組となっております。本日もお相手はシンガーソングライターデコと、愛病猫ちゃんのタヌーちゃんと一緒にお送りしたいと思います。どうぞぜひお付き合いください。さあ、ということですね、昨日の配信ちょっと早めに始めちゃったんですけど、昨日の配信でもねお話ししましたけれども、実はデコ今絶賛引っ越し中でございますね。新居が作られておりまして、今その元々のね古いお家の方から少しずつ少しずつ物をね移動させていっております。なのでこの配信の背景もね、昨日ね、木の壁の背景でお送りしたんですけど、そういうねちゃんとしたお家の綺麗なお家の背景がね、映せるように近々なるかと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちくださいませ。で、まあ、ちょっとねそういった引っ越しとか引っ越し作業とかいろいろやりながらなので、配信がねなかなかちゃんと濃い内容でお話しできないことが多くなっちゃうと思うんですけれども、ちょっとねまったりゆったりとお聞きいただけたらと思います。今日はですね、まあ、今ちょうど大掃除引っ越しの最中なので、まあ、そんな話お話を先にしようかなって思うんですけどね、この大掃除とか引っ越しの時にあった方がいいものって皆さんなんかあります？なんかでこう今絶賛困ってまして、何にも脳みそが働かないの。このねでこう使ってるアプリがあるんですけどね、気圧がねこの富士北陸地域っていうのは標高がねめちゃくちゃ高いところなので、気圧の影響を気圧爆弾の影響をボンボン受けるんですけれども、もう今日もね気圧のアプリをで見るとこんな気圧の動きをしておりました。ちょっとこの後もねなんかぐーんと気圧が今度は上昇気圧みたいな感じになりそうなので、すごいよ、並々だよ。みんなもね気圧のね影響を持ってるよって方、気をつけてお過ごしくださいね。なんかまあそんな感じなので全然頭が働かなくてね、どんなグッズといいますかものを引っ越しとかの時使うべきかっていうのは全然わからなくなっておりますが、まずやっぱり軍手必要ですよね。でこれね今素手でやってますけど、素手でいろいろやれる範囲のことをやってますけど、多分そのうち軍手が必要になるんだろうなっていう感じになってます。あと雑巾か、なんか古い布とかがねあるといいなって思ってるんですけど、雑巾って意外とね大人になってお子さんがいない家庭とかね、あんまり雑巾ってなくないですか？でこの子供の頃ですら雑巾買ってる人結構いたので、雑巾欲しいです。全国のでこのお母さんの皆さん私は皆さんのでこですから、皆さんの子供ですから、全国のでこのお母さん諸君、ぜひデコに雑巾をください。手作り手袋なんかも、手袋は軍手にはしませんよ。今デコが使ってる手袋を軍手にして、皆さんがくれた手袋を手袋として使いますから、はい、なので手袋、雑巾、
ぜひね、皆さん私にクリスマスプレゼントということで送ってもらえると嬉しいでございますよ。クリスマス終わっちゃいましたけどね、皆さんいいクリスマスは過ごせましたでしょうか。デコのですね、公式 LINE の方に登録していただいた方には、クリスマスプレゼントということでちょっと画像をね送らせていただきました。皆さん届きましたか？公式 LINE ね登録してないよって方ね、X のリンクでも貼ってありますし、ホームページとかでもねありますので、もしよかったらね、そちらから登録してもらえると嬉しいです。次は年末とかお正月とかね、まあライブの告知とかもしているんですけれども、そのライブの告知と、セールとか、でこのお店のセールとかのお知らせ、新作商品のお知らせで、たまに、プレゼント画像を送ったりね、そういったことやってますので、ぜひ公式 LINE でこの公式 LINE ご登録いただけますと嬉しいです。詳しくはですね、デコオフィシャルとかデコ公式で調べていただいて、ぜひデコのホームページからね、見ていただけると嬉しいです。A ちゃん遅くなりましたがこんばんはといただきました。こんばんは、いつもありがとうございます。さあ、ということで、私、絶賛引っ越し中でございます。それに合わせて大掃除と引っ越しの準備ともろもろね一生懸命やっておりますので、全国のデコのお母さん方、お父さん方ももちろんですけれども、全国のデコのパパとママ、私に雑巾を送ってください。雑巾と、軍手が欲しいです。はい、そんなね、お話を今日はもうつい今もですね、本棚を片付けてて、今度リアルデコママパパが、下條村から来てくれて、引っ越しの手伝いをしてくれるんですけど、それまでにある程度片付けておかないとねと思って、今、ちょうど本棚のね、本棚って本がみっしり詰まってるんですよ。私本いっぱい読むし漫画もいっぱい読むのでみっしり詰まってるんですけど、それそのまま運べないじゃないですか。だから一旦本を全部出して、で本棚にそのなんていうのかな、フィギュアとかのグッズもね並べてたり、いただき物を飾ってたりもするので、それも一旦全部出してっていう作業をちょうど今の今までしておりました。はい、そんな感じでね、引っ越し頑張ってますので応援よろしくお願いします。引っ越しといってもね、この富士山麓にずっといると言いますか、はい、富士山麓にね、デコの飼い主キットチューンが家を建てたので、その家にね引っ越すので、遠いところに引っ越すわけではありませんので、ご安心くださいませ。さあ、ちょっと大掃除や引っ越しの時にあった方がいいものとかね、こういうものがあるといいよとか、でこう後で多分 X ってね投稿しますから、コメントとかしてくれると嬉しいです。さあ、次のお題お話ししていきますけれども、来たる12月29日金曜日はデコの2023年ラストライブでございます。この日はですね、デコがもう本当にこの全国デビューする前からずっとずっとお世話になっている東京八王子のパパビートっていうね、お店があるんですけれども、八王子パパビートっていうお店があるんですけれども、この大好きなお店でデコの、歌い納めをねしていきたいと思います。それが12月29日金曜日でございます。ちょっとね、まだまだね予約があまり入っていないということですので、皆さんご予約ぜひぜひお待ちしております。東京に住んでいるお友達とかにもぜひ宣伝してもらえたら嬉しいでございますよ。で、この日がですね、
とあるテーマがあるんですね。12月29日、八王子パパビートでのイベントのイベント名、酒と音楽を飲み干す夜でございます。はい、酒と音楽を飲み干す夜ということで、もうお酒も音楽も大好きなデコのね、大学時代のね、仲間たちが、まだ音楽を続けていてくれるね、仲間たちと一緒にね、演奏をしていきたいと思っております。でこの日はデコが本当にライブ会場でお酒飲むっていうのがね、基本車でライブ会場まで行くのでなかなかないんですよ。お酒飲めないんですけど、会場でね、この日だけはもう絶対にお酒を飲むと、何が何でも飲むと、飲酒運転は絶対しません。車で寝ますはい、だから何が何でも飲むぞという日にしております。なので12月29日金曜日はデコが唯一、ライブ会場で唯一と言いますか、確実に、ライブ会場でお酒を飲む日という珍しい日になっております。なのでちょっとここからはですね、デコがその日にね、飲みたいお酒とかね、そういうお話をしていこうかなって思うんですけど、飲みたいお酒いっぱいありますよね。で八王子パパビートって結構ノンアルコールもね充実してて、デコ結構運転してね行くことが多くて、なかなかお酒飲むっていうのは年末だけになっちゃうんですけど、それでもねノンアルコールで私が大好きで愛飲しておりますみちょとかね、置いて出して大丈夫なのかな、みちょとかね、パパビートさん置いてくれてるんですよ。で結構ねノンアルのドリンク安かったりするので、いっぱい飲んじゃったりするんですけれども、なので結構このみかん味おすすめです。すごく美味しいです。はい、でこのパイナップル味はね、パパビートさんで飲んで、これパイナップル味なんですけど、パパビートさんで飲んで、あ、これめっちゃ美味しいなーってハマったやつでございます。結構もう美味しいですよ。なんか甘すぎずね、酸っぱさもあってね、酸っぱすぎずいい感じでございます。無難なのが良ければ、桃がいいかな。桃がやっぱり一番無難に美味しいですね。あとザクロとかね、麺が無難に美味しいんじゃないかなと思います。で慣れてくると、マスカットとかね、そういう味が好きになってきて、この最終的にはみかんとかパイナップルとか、こういう方にもね手が伸びるようになるんじゃないかなと思います。でノンアルコールも充実してるパパビートさん、みちょも置いてくれてたりするので、みちょサワーっていうの確かあった気がするのよ。アルコールを入れたバージョンのみちょがねあった気がするんです。なのでちょっとそのね、みちょサワーも飲もうかなと思いますけれども、一発目みちょサワーじゃねダメね。一発目はやっぱなんかグイッといきたいじゃないですか。やっぱりビールですよね。はい、でビールなんですけど、デコの好みをね皆さんにちょっと今からお伝えしますから。カレーライスさん、はじめまして。はじめまして。あ、今日ハッシュタグ私ちゃんとしてるかな。あ、すいません、階段オカルトってハッシュタグつけちゃったんですけど、今日はオカルトトークしませんけども、もしよかったらまったりゆったりとトークしておりますのでご覧くださいませ。シンガーソングライターのデコと申します。はい、今年末に飲みたいお酒についてお話ししております。でこのね好きなビールについてまずお話しますよ。私はですね、ビールはラガーが好きなんですよ。はい、ガツンとくるやつね、ガツンとくるやつが好きです。ラガー、何ビールっていうのがちょっと出てこないけどね、喉越しがね、いいやつがね、好きでございます。でエールがねちょっと飲めるんだけど、そんなにいっぱい飲めないかなっていう感じでございます。はい、でホワイトエールはね結構ね好きで飲めますよ。で結構ねやっぱね、でこうお酒プライベートでも飲む時あるんですけども、やっぱりねビールが多いですね。はい、一時期ね日本酒とかにもハマってたんですけど、やっぱり戻ってきちゃいましたね。のんべえの血がビールを欲しております。はい、私の好きなお酒、
ビールはラガーが好きです。で、日本酒もね好きなんですけど、でもあんまりいっぱい飲むとね、ちょっとなんていうのかな、次の日に響いたりするので、いっぱい飲まないようにはしてるんですけどね。日本酒はちょっとねすっきりとした感じの甘口が好きなんです、私。はい、やっぱり通な方はね辛口好きだったり、で、長野県の南部の方出身なので、長野県の南部で有名なお酒があって、喜ぶに久しいに水って書いて菊水っていうねお酒があるんです。この菊水っていうお酒めちゃくちゃ辛口なんですよ。おみきとかでもねよく使われたりしてて、長野県の、まあ、初詣とかお祭りとかね、そういうとこ行くと絶対にも辛口のクッとしたやつをねいただけるんですけれども、猫はねちょっと甘口が好きでございます。はい、ちょっとまだね初心者ですので、日本酒に関してはね。で、日本酒、長野県も日本酒すごい美味しいですけども、山梨もね、有名なとこだと七軒、あの7数字の7ね、漢数字の7に賢者の賢で七軒っていうね、お酒があったり、なんか他にもいっぱいあった気がするな。あの酒蔵たくさんあって、ワインだけじゃなくてね、こういった日本酒もねすごい推している地域でもあるので、ちょっと飲み比べとかもしてみるといいかもしれないです。あのそのね日本酒の味っていうか、その飲めるかっていうのだと、味はちょっと長野県生まれですけど、山梨の七軒の方がちょっと好きだったりする。やっぱすっきりするのがね私好きでございます。日本酒はすっきりした甘口が好きです。で、辛口もねたまに飲みますよ。で、家族はみんな辛口派でございます。で、この日本酒の脱線しちゃうんだけど、この日本酒ね、日本酒の七軒、山梨県の七軒の何種類かね買って、あのおじいちゃん、この前亡くなっちゃったんですけど、おじいちゃんが亡くなる前、ほんと1年ちょうど1年前くらいにね、おじいちゃんが最近元気になってお酒がね飲めるようになったから、なんかお土産でお酒とか買ってきてあげてって親に言われてね、買ってったんですよ。あの多分このすごいでっかい瓶のね、でちょっと大きめの七軒買ってったんです。そしたらなんか1週間で飲み干しちゃったとか言って、もうねえ、その時94ですから、94のおじいちゃんがね1週間で七軒全部飲み干しちゃって、でかい瓶ね、そこでお母さんに七軒は美味しすぎるので禁止ですということでね、おじいちゃんは七軒禁止令が下されまして、で今というか先週かな、あのちょっと実家に帰ることができたので、そこでねおじいちゃんに七軒をお供えしてきましたけれどもね、天国で飲めているでしょうか。さあ、そしてワインね、ワインはどんなワインが好きかと言いますと、ワインはですね結構何でも好きでございます。甘口も辛口も赤も白も、まあもうよく言うと結構赤が好きですね。で、いっぱい飲むならロゼかな、混ざってるやつがやっぱすっきりしててね好きだったりします。で、ワインはちょっと濃いめの赤が好きだったりしますが、ね、ワインって結構ね、あのちょっと結構もうワインで一回やらかしたことがあるので、一人バックドロップを決めた話があったりするんですけど、また今度しますね。はい、ワインでちょっとやらかしたりもしたので、まあ山梨県でね、お酒飲んで伝説を作ったうちの一つがワインなんですけど、あのワイン大好きなんですけど、飲みすぎるとちょっとやらかしちゃうので、あんまりたくさん量は飲まないようにしております。本当かっこよくたしなむ程度にしてますで、そしてね、ウイスキーね。ウイスキーはね、飲めないんですよ。実は昔は、あのウイスキーばっかり飲んでたことがあって。あの、コップがあるでしょ？こういうコップが。コップの半分くらいまでウイスキー入れて、で、もう半分、なんかソーダとかコーラとか、ジンジャーエールとかで割って、ほんと半々で割って飲んでた時期あったんですよ。ウイスキーを。
それが20歳くらいですかの時はそんな風に飲んでたんですけど、もう大好きだったんですよ、ウイスキーがね。まあ、デコが一番好きだったのがね、ちょっと安いやつなんですけど、あのブラックニッカーがすごい好きで、あのブラックニッカーのね、なんか中くらいのボトルのやつかな、ちっちゃいやつじゃなくてちょっと大きいサイズのあのボトルのやつを本当だいたい1日か2日で飲み切ってましたね、若い頃は。ただあの途中までそういう感じでいい感じにお酒強かったんですけど、山梨にね、キングラットっていう老舗の、ライブハウスがライブハウスがありましてね、ライブバーがありまして、そこのね年末の、山梨県ミュージシャンの年ミュージシャン忘年会みたいなやつがねあるんですけど、そこであのデコこのウイスキー半分で炭酸半分で飲んでた私ですら濃いっていうくらいのお酒を出していただきまして、なんとウイスキーのお酒割りを出してくれたの。ウイスキーもお酒じゃん、それお酒で割ってるからなんか割れてないのねっていうのをあの出してくださいまして、それをグイッと飲んで、そのまま私記憶をなくしまして、また伝説を一つ作ってしまった。それが最初の伝説なんですけど、伝説を一つ作ってしまったということがねありまして、私山梨県だと酒くずを超えた酒かすと呼ばれておりますので、あの一番飲ませちゃダメな人でございますからね、はい。こういう経験があって、まあ、ちょっとウイスキーはあの飲めなくなりました。大好きだったんだけどね、はい。まあ、飲めないっていうか、なんか飲まない方がいいかなと思って、あの匂いとか嗅ぐとあの時のことをね思い出す、フラッシュバックするみたいなね感じになります。ほじゃまるさん、こんばんは、こんばんは。キングラットのお酒はハム太郎が言うには濃いといただいてます。そう、濃いんですよ。だからライブハウスのお酒って大体濃いからね、みんなあの心してくるように。でもこれってすごい、なんていうのかな、太っ腹のことですよね。ね、大体居酒屋さんとかって薄くしていっぱい飲ませたいじゃん。その方がね、あのお金取れるから、儲けが出るから。でもライブハウスってなんかそこ逆なんですよ。お酒じゃなくて音楽を聴けっていうことなのか、あの注文しに来ずにね、音楽を聴きながら酔っ払ってろっていうことなのか、結構濃いお酒とかをいっぱいくれて、つまりすごく太っ腹です。みんなライブハウスに行こうで、いっぱいお酒を飲もう。で、まあ、最後にちょっと焼酎ね、焼酎の話しますけど、焼酎はね私結構好きでね、今も、まあ、定期的にというか飲んでるんですけど、うちのおじいちゃんがね焼酎大好きだったんです。大五郎っていうね大五郎っていう、なんか多分みんな知ってる焼酎が、大好きでして、デコはちょっと大五郎までいけないんですけど、大五郎とか、あと鬼殺しとかね、そういうちょっとみんなが知ってるようなお酒をね焼酎おじいちゃん飲んでたんですけど、デコまだそこまでいけません。ピュアっていう可愛らしい焼酎飲んでますけどね、あのそういう焼酎も好きだったりするんですけど、ストレートだとやっぱね、ちょっとまだ飲めなくて、だいたい割って飲んでます。それこそ焼酎と、さっき見せたみちょを入れて、炭酸入れて飲むとめちゃくちゃ美味しいです。あー、なんかなんだろう、これドリンクっぽいやつくれた、お茶かな、なんだろう、あ、お茶ブックだ、お茶ありがとうございます。あれ、みやさんだ、みやさんお久しぶりです、久しぶり。あ、なんかみやさんとね3月2月会えるの私すごく楽しみにしてますよ。寒いので体調気をつけてくださいね。みやさんスタンプくれました、スタンプ顔文字くれました、ありがとうございます。さあさあさあ、ということでね、
今日もいっぱい喋って、今日もなんかちょっとだけ配信しますみたいなノリだったのに、めちゃくちゃいっぱいお酒の話しました。そうなん、実は私お酒結構好きなんですよ。なのでね、このミヤフェスに、2月と3月にミヤフェス、黒猫のミヤさんがね企画してくれてる山梨県でのねイベントあるんですけど、このイベントの時どこかねタイミングがやっぱ絶対飲みたいなと思ってて、次の日がね祝日だったり次の日お休みの日だったりするので、ちょっとねお酒飲もうかななんて思ってます。デコがお酒飲むと本当にみんな大変だからね、みんな心してかかるように私にお酒を、私がお酒をね、ビールをこうやって持ち始めたら、みんな必死に自分を守るように、はい、自衛に努めてくださいということで、12月29日金曜日、八王子パパビートで酒と音楽を飲み干す夜開催されますので、皆さんぜひ遊びに来てください。ということで、配信そろそろ終わりにしたいと思います。では、あ、ちょっとタヌちゃんおいで、タヌちゃんみんなにお顔見せてあげて、はい、今日もタヌちゃんと一緒にお送りしました。えいちゃんお疲れ様でした、おやすみなさい、ありがとうございます、いつもおやすみなさい。皆さんありがとうございました。寒いから気をつけて過ごしてくださいね。それではおやすみなさい、またねー。